熊野川ダムは、富山県富山市、一級河川、神通川、水系熊野川に建設されたダム。高さ89.0メートルの重力式、コンクリートダムで、洪水調節、不特定利水、浄水道、発電を目的とする、富山県営の多目的ダムである。熊野川では、1910年に、川幅が広がる規模の大洪水が発生。以降、 河川改修工事や、堤防工事を繰り返し施行し続けたが、毎年のように水害を発生させ続けてきた。第二次世界大戦後、富山県は、県庁所在地である、富山市と、その周辺地域の人口が増加に伴う、水需要の増加を見込み、浄水道用水を確保すべく熊野川ダムの建設を、計画。1970年に着工し、 1984年に完成した。熊野川ダムは有効貯水容量760万立方メートルの、内上水道用水として420万立方メートル、洪水調節用として220万立方メートル、不特定利水用として120万立方メートルが、それぞれ割り当てられている。しかし、この上水道用水の容量は現在まで一度も使用されたことはない。 実際の人口増加は当初の予想を下回っており、富山県民からダムの建設は無駄だったのではないかという意見も出ている。とはいえ熊野川ダムは完成以来、熊野川下流域の住民を洪水から守ってきたのも事実であり、治水という面から見れば一概に無駄であったとは言い切れない。熊野川の支流、黒川では建設が予定されていた。 黒川ダムが、二重道路の付設途中で建設が中止となったことも、加わり、富山県では、現在、上水道容量を洪水調節などの容量について、再配分し、これによる、常用洪水破棄の位置や、寸法の変更を検討している。北陸自動車道、富山インターチェンジから国道41号を南下し、下大久保赤草町交差点を左折。 富山県道35号立山山田線の花咲交差点を右折し、富山県道184号河内花咲線を熊野川に沿って上流へと進むと、熊野川ダムに至る。熊野川ダム手前の右カーブからはダムを真正面に望むことができ、さらにダム満水時は、ダム中央に設けられた三門の自然腰流、式季上洪水波器からの放流にも立ち会える。 この洪水破棄からの最大放流量は、毎秒340立方メートルである。ダム直下にも、河川維持放流用として、ジェットフローゲートが設けられ、少量の水を常時放流している。熊野川ダムの約2.5キロメートル下流には、北陸電力の子会社、日本海発電の熊野川発電所がある。熊野川ダムからの送水により、 最大7 0 0 0ットの電力を発生する。そこからさらに約3キロメートル下流には、北陸電力の熊野川第二発電所があり、熊野川発電所の放流水を取り入れ、最大4 3 0ットの電力を発生した。後、最終的には、農業用水として利用されている。ありがとうございます。